なんか卒業アルバムとかなんかそういう写真とか思い出ありますかうーんなるべく写真に写らないようにしてたんで私んい,で <laughs> いやちょっと待って <laughs> も,うもう全てをさ <laughs> ひっくり返してくれないそれ <laughs> え ううと写真撮れるのはあんま好きじゃなかったんで、<れ>なるべく写真の中に入り込まないようにっていうのを意識しながら学生生活を送ってましたね。え、それってでもさ、親とかはさ、写真やっぱ撮りたがるじゃないいや、撮りたがんない。あ、そうなのうん。え、嘘え、なんか、せっかくやからそ卒業式だから写真撮ろうとかない。あ、まあ、多少はあったけど。まあ、多少まあ、仕方なく撮ってましたね。ああ、そうなの。 それ以外は、はい、かわしてたのずっと、写真そうですね、基本的に写真は、もう、薄り込まないように、なるべく、写真を写る機会があったら、なるべく、後ろの方に、あの、影を潜めてましたね。<laughs> <laughs> <laughs> ちょ<っ> <laughs> マジかー。うん、真逆だな、俺と。そうか。ああ、だろうね。え、レンは何なんか、写真撮る機会あったら、うん、我先にって感じで、一番前の真ん中に行ってたタイプですかああ、いや、そこまでは行かない,、うんい。よくあのさ、調子乗ってさ、うん、あの集合写真の一番前とかに寝そべるやつとかはいるじゃない。あ,<ー>あそこまでは行かない、俺は。それはちょっと嫌だなっていうあい。あ、そうなんだ。ウェイみたいな感じじゃないさすがにね、そこまでじゃないんだけど。 うん、なんかねその実家にあのさ卒業アルバムとか撮ってあるんだけど撮ってるよねさすがにあはい一応ありますけどあ一応あるだからそれをさ前実家帰った時に、まあ、じパラパラって見たりしたんだよね何のけなしに、うん、したらさなんか結構応援団長とかやってて、えー、運動会のへえ<ー>でさちっちゃい俺がさ鉢巻き巻いてさ何かを叫んでるみたいな <laughs> 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 写真があったりして、うん、だから結構出現頻度を 高めだだなと思って見て見たんだけどあそうそうそういい青春時代ですねあ真逆ですねまあでも確かになんかしっかり写りには行ってたかもしれないそういう意味ではなるほどなるほどで、うん、もうモデルデビューできるじゃないですかえモデルモデルデビューいやいやいや無理無理無理やだやだ <laughs> そういうなんだろう一人は嫌だよねだ友達と写真撮るとかはさ全然いいんだけど なるほどね、みたいなのもあってでさそう、うん、で卒業アルバムみんな持ってるじゃないですかうんうんうんでさもうその黒,黒歴史じゃないかなんかそういう記録は残るわけじゃないずっと、うん、でだけどそれってさ卒業アルバムはさもうデータとかないじゃん俺らだからその卒業アルバム自体がさ例えば家火事になって燃えたらもう失われちゃうわけじゃないですかそうですねうんとか思って ってことはよ。ってことは、人類が、あの、急に話でかくするんだけど、人類が何かしらの原因で一瞬にしてなんか地球のすべてというか地表にあるものが全部ぶっ壊されたとしてなんか、が起きて、うん、その時に人間の記録って残るんかなって思ったんですよ。うんうん、なんかそういう感じのね、ドキュメンタリーがなんか、うん、 テレビ番組見たことある。<私>も<し>ドキュメンタリーってどういうことドキュメンタリーじゃないか。あかあの、フィクションの仮想実験みたいな。いや、フィクションではない。フィクションではなくて、実際にこれ起きたらどういうふうに人間の痕跡がなくなっていくのかみたいな。うん、ああ、シミュレーション的なやつね。そうそうそう、シミュレーションで、まあなんかそのルーブル美術館とかにあるようなすっごい厳重に守られた芸術作品とかも、 数年のうちに腐っていくみたいな。だんだん、ね。ああ。うんうんうん。虫とかに食べられたりとか、草がボーボーに生えたりとかして。うんうんうん。だんだんなくなっていくみたいな。そうそうそう。そういうのあるじゃん。ある。そう。で、いや、俺なんかね、好きな漫画でドクターストーンっていうやつなんだけど。はい。なんかそういう漫画もなんか人類が一瞬にして全員石になって、 そこから数千年経ってビルとかがもう草ぼうぼうに生えて倒れたりして、うん、でそこから石石化が解かれて人類がもう一回復活するぞっていう話の漫画なんだよね「うん、ドクター・ストーン」って。え面白そうそうめっちゃ面白いんだけど、うん、み,みたいなやっぱそういうだけどさその時に人間のやっぱ痕跡がどれだけ残ってるかみたいなのって、うん、ってかそもそも残せるのかなって思って。 でそのまあ写真なんてさ俺らの寿命ぐらいのさレベルだったらまあ印刷したやつは残るけどさまあ多分100年後となったらもうさ、うん、色褪せまくってさ全然残らないじゃんきっとん確かになんかしっかり保存しなかったらすぐ黄ばんじゃってるとかするもんねそうそうそうなんかもう俺この間だから卒アル見た時ですら若干なんかちょっと色変わってるなみたいな感じあったりしたしうんうん、うん これなんか永久ではないなっていう感じはあったんだけどうん、うん、でまあ今はどっちかというとデジタルデータみたいので残せはするけどはい、はい、それも結局ハードウェアみたいな壊れちゃったら失われちゃうよなとかうん確かに思いましてで、はい、これをね残そうとしてる人絶対いるんじゃないかなと思ったよねの形で うん、人間が絶滅しても人間の情報を残したいとかいう人ってどっかにいないかなと思って探してみたらいました。うん、いるだろうね。しかもね、これなんとね、すごいロマンをくすぐられることにね、うん、北極にいました。北極はいはい。そ<う>すごいね、その人。そう。これね、めちゃくちゃ面白くて、うん、このね、北極にこの人類の,その文化的な 遺産だからさっき言ってたさあの美術館とかの絵とかあるじゃん。とかあとはもう建,建物でね建造物の情報例えば、うん、なんかエッフェル塔とかさそういう建物の情報とかをもう1,000年ぐらいの単位で保管しようとしてる謎の科学者集団が北極にいるんですよ。<laughs> <laughs> あ保存したいかから北極なのかなのこれねめちゃくちゃ面白くて 今日ちょっとその人たちの紹介をしようかなと思って持ってきたんですけどはい、はい、これねまずね名前がねアークティック・ワールド・アーカイブっていう名前なんですよあそのまんまだね <laughs> そのまんま <laughs> 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 世界をアーカイブしようっていう感じね、うん、で、まあ、これは、えっと、ノルウェーの人が作った機関というか、まあ、グループみたいな感じでうん あるんだけどこれねなんかね調べたら一応もともとそういう北極とかになんか失われちゃいけないものを保管しようみたいな動きってもともとあったらしくって、うん、で最初にそれやられてるのって植物の、ね、種とか種子を貯蔵するっていう目的でその北極に保管庫みたいなのを作って。 でその中に絶滅しちゃいそうな植物とかの種をとか遺伝子とかを保管しておこうっていうプロジェクトがもともとあったらしいんだねこれ。もともとっていうのはいつ頃からあったのえっとね今の北極にできたのは2008年に一応この種子貯蔵庫みたいなやつができててこれスパールバル種子貯蔵庫みたいな名前が付いてんだけどこれなんかねもともとね北極にね炭鉱があったらしいよね。 その鉱石とか掘り出す、うん、でその炭鉱がもう使われなくなった場所に、まあ、そこの場所を有効活用しようっていうことでその世界中から作物植物を、まあ、生物多様性の保護のためにってことで、えー、集めたっていうのがこの乾燥地農業研究国際センターみたいなところが、うん、まあ何かね、うん、なん何十万みたいなサンプル数を保管するために作ったと。れうん、うん、年なんだ でねこれねもう結構いろんな国がまあなんか普通に申請したら使えるらしいんだよねこの保管庫一つの国が持ってるとかいうわけではないんだねっていうわけではないもともと作ったのはねこれ非営利団体みたいなとこが作ってて <laughs> その慈善団体みたいなとこがお金を出し合ってでノルウェーのそういう鉱山会社とかも協力してその鉱山があった場所にそういう金庫を置きましょうっていうのでやってたと、うん、で <laughs> まあこれ機能としては これも世界的大災害とか例えば何か起きた時に、うん、その電源がなくなっても電源で一応電気通って管理みたいなのされてるらしいんだけど、うん、もし何かあって北極の電気が立たれたとしても200年間は凍結したまま安全が保たれるように設計されてるみたいなそういう施設になってるらしくてうんでも200年なんだねまあそれでもね200年 保証できるなまあ保証っていうのもこよくわかんないんだけどねこれ <laughs> 推定だからな確かに保証そもそもさ北極の氷が全部溶けちゃったりしたらさ保証もできなさそうだなとか思うけど <laughs> そういうのは考えてないのかなんなんかねあ一応場所としては、まあ、今さ北極の氷が溶けますとかさ、うん、いろいろやれてるけど一応、うん ちゃんと安定今安定してる北極圏の永久凍土って言われるところにまあ一応運ばれてはいるらしいんだけどうん、うん、まあ正直何起きるか分かんないからねそうだよねうん北極にさ隕石とか落ちてきたらもう無理だよねうんあでもねこれこれ1 3 0ルぐらい結構地下に作られてるから一応想定としては核攻撃とかを受けても耐えるっていううん、うんまあ、ちゃんと考えられてるんだ そうまあそこが選ばれるからには一番そこが安全で安定なところっていうふうに思われて作ってるんだもんね。そそ、うん、そうそうそう、まあ、っていうのがまずこの北極に倉庫があったっていうことですね。でこれも今今んかねもう数多すぎて何,何十万えっと今90万サンプルぐらいが保管されてるらしいんだけど。うん、しかも、うん、サンプルって言っても一つの種類のものじゃないんだよね。 多分アート作品もあればあの生物の種みたいなのもあればっていうことあえっとね今の九0万っていうのはもうね種だけでそんだけある植物とか種だけでそう <laughs> であなんかね米だけでね14万6,000種類以上の米が保管されてるって感じてある、<laughs> そんなに種類あんの <laughs> と思ったんだけど <laughs>、うん、で小麦もね15万9,000種類以上とかなんかそんなレベルでまあ膨大な数の品種が一応保管されてるらしくて。 じゃあそういう全部食べ物系なんだああまあ食べ物系かいのかなうん一応作物の多様性を一応この時はメインで考えられてたらしい、うん、その設立目的としてはうん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 だからこの時はだからそういうねもう目的が違うわけね作物のこと、うん、で今言おうとしてんのはあのさっき言った美術品とかうんまあそういうデータ的なことこれはまあ別な企業が作っててあそうなんだ うん、これはねもうビジネスとしてね今やろうとしてる人たちがいてこれね、うん、結構新しくて2017年に開設した、うん、これピクルっていうノルウェーの会社があるんですけど、うん、これピクルっていうのはあ,のあれですねあの漬物のピクルスみたいなのあるじゃん,うん、うん、そこから来てますピクルっていう会社名でこの会社がフィルムみたいのを開発しててまあこれ結構簡単に読める 光とかで簡単に読めるみたいなフィルムらしいんだけど、うん、これにもうねあらゆる PDF とか JPEG とかのデータをその QR コードみたいなやつに変換して、うん、でそのめちゃくちゃ密度が高い QR コードみたいなのをこの会社開発してるんだけど、うん、をフィルムに焼き付けてでそれのフィルムを北極の倉庫に保管するっていう会社なんだよね。<laughs> なんだそれって感じだけどうんどういうものを保管してるのえっとねこれ例えばまあ最初言った美術品とかモナリザ的なやつとかいやモナリザの写真のデータを保存してるってことだよねじゃあそう、はいはい、画像ファイルみたいなやつをフィルムにしてると、うん、だそれ結構多いみたいなんかね文化とかを守りたいみたいのが結構押し出されてて、うん、あとはそのなんかの 建造物歴史的な建造物とかがたと、うん、え破壊されてもここのデータをもう一回見直せばその建造物をもう一回印刷して作り直せますみたいな <laughs> そういうことらしいんだよね。ああ建造物の作り方的な作り方とかその見た目とかさなるほどねちゃんとこういう建物があったっていう証拠を残しておくっていうことらしい。<laughs> まあそこがさっき言った種子がもともと保管されてたところのまあ 同じようなところにデータ用の金庫みたいなやつをまた作ってでこのフィルムのね成分とかちょっと調べても出てこなかったんだけど一応ねこの北極ってまあもちろんめちゃくちゃ寒いしあとなんかねすごい乾燥してるらしくて永久凍土の奥があってだから結構そういうフィルムを長期保存するのにまあすごい適した環境であるとで一応この人たちは あの、千年は保管できるって言ってる。あの、電源なしで。なるほどね。千年後に、まだ人類が生きてて、うん、で、このフィルムのプロジェクトが続いてたら、うん、定期メンテみたいな感じで、フィルムの交換しなきゃいけないのかな。<laughs> 確かにね、更新するってことだね <laughs>、うん。できんのかな千年後って、うん。でもそういうのも考えてるんじゃないのさすがに。多分考えてると思うよ。 おそらく、まあ、この会社がちゃんと続いてればね <laughs> まあこの会社はその私たちの文化とかを後世に残そうとしてる会社だから絶対そういうどうやったら会社の制度を残す、うん、残せるのかみたいなそういうことも考えてそうだよねいやそうそうそう,そうプロジェクトとして考えてると思うよ、うん、でしかも意外とそういうデータ保管庫を必要としてるところっていうのも必要としてるというか残したいっていうのもなんか世界中に 一応問い合わせが来てるみたいな、えー、あるらしくてそういろんな国からこういうデータは保管しておきたいみたいなので,<ー>でそれって昔結構戦争とかが起きちゃっていろんな文化的なものが破壊されちゃったっていうのを経験してる国とかはいっぱいあるわけじゃない、ね、そういう国はやっぱり、まあ、ちょっと残したいっていうのでそういうデータにして残してもらうみたいな一応需要あるらしいんだあとねこれ面白いなと思ったのがその。 一応デジタルデータで北極の人にピッてデータを送れば保管はできるんだけど。うん、で、一回でもフィルムにしたらもうインターネットにもさ別に接続してるわけでもないから。うん、なんつの。一応取り出しの請求もできるみたいなんだけど。うん、それもなんか結構手作業でなんかフィルムを取り出してでそれを読み込んでデータを返すみたいなのもなんか一応可能は可能らしいんだよね。うん、だからちゃんとストレージとして うん、保管して、ちゃんと取り出してっていうのもできるみたい。めっちゃ手数料高そうだね。ねえ、こっち。一局まで行って。いくらなんだろう、これ。地下300メートルのとこまで行って。うん。高そう。いや、むちゃくちゃ高いよね、きっとこれ。うん。<laughs> うん。いや、わかんないけど、ちょっと値段までは。だけどね、今のところそのデータを入れたいですって問い合わせても、今なんか結構順番待ちの状態らしくて。うん。みんなが恐れてんのかな。 いや分からないけどねいつかそのデータがなくなっちゃうことあでも気持ちが分かるでも確かに今のなんかウクライナの戦争みたいなのあったらいやちょっと文化的な遺産は残しとこうってなりそうだよねうん、うん、いやでもさ俺これ思ったのがさすごい北極にさそんなネットも遮断されたところにさ埋められてるわけじゃんでも本当に仮に人類がさ、うん、バッて滅亡した時にさ もう一、ん、回地球の歴史最初から置き直してさうん新人類が誕生してさ北極行って掘ってこれ出てきたらめっちゃ熱くない、うん、熱いでもそれってさ1000年以上経ってる気がするんだけど <laughs> いや確かに1000年以上経ってるけどいや分かんないどこまでこれが残ってるか分かんないけどさまあ少なくとも1000年ってことか少なくとも1000年ってことじゃあもしかしたら1万年後も残ってるかもしれないもう本当最悪ケースでそういう地球上でいろんな 爆発とか起きまくって地表がまっさらになっても多分この保管庫は残ってるから、うん、<laughs> 一応まやり直しは聞く可能性は残されるっていうね、うん、まあただそれを読む人は誰もいないかもしれないけど、うん、<laughs> 映画みたいだなそうこれ映画みたいえそれってさ、うん、文化的な遺産だけじゃなくて、てんかパソコンの仕組みとか、うん、そういうのも残ってるんかな あーどうだろうね確かにねスマホの作り方とかそういうのさゼロから作り出そうって思ったら結構大変じゃないなんか建造物とかはさ、うん、ある程度まあ似せられるような気がするけど割と単純じゃん,うん、うん、でももうなんか高度な IT 技術とかになるとさ普通に考えたらポ、うん、ッてまでできないじゃん急に今作れって言われても私ら無理じゃんできないねそういうのを全部、うん、こうこうこういう材料を使ってこうこうこういうふうになんだろうなんか チップ埋め込んでるみたいなこういうふうにコード書いてみたいなそういう情報も全部埋め込まれてるのかないやそれ多分ねやると思うよあのこの人たちが言うにはもう人類が持ってる全てのものをデータ化してここに残すって言ってる<ー>だから、うん、もうやってんじゃないかな今一生懸命そういう心強いね全てをデジタル化するって言ってるから全てのもののライブラリーみたいな感じなんかだじゃない,すごい ね、まあこれ本当に新しいところ会社だから、まあ、今まさに作り続けてるんだと思うけどこのフィルムをうんめちゃくちゃでかい金庫よこれ多分ちょっとサイズまで書いてないけどかなんかね写真とか見たらもう半端なくでかい金庫に人入ってフィルム入れますここにみたいな人類の歴史全てでしょうそういややばいでしょ量 <laughs> やばいよね残せんの <laughs> 本当に全部は残せないんじゃないさすがに何をもって全部と言ってるのかは <laughs> あれだけど分かんない、うん、どこまで全部なのか分かんないけどだから人間の歴史の情報とかだけどさ、うん、残すのも大変じゃん大変でもさ多分そういうのもやりたいじゃんきっとなんかだってさ今とかってどんどんデータ増えてんじゃん、うん、SNS とかもあるし そういうようなデータも全部残すとかだったら、もうそれは不可能な気がする <laughs>。まあまあ確かに。確かに今データ爆発していってるから、まあ全てじゃなくて、どれを重要視するかよね、きっと。だよね。例えばなんか教科書に載ってるようなことは絶対に残すとか、うん、なんか、ある程度そういうのはありそうだなってこれ推測してるけど。うん。みたいなね。いやでも千年、千年かと思って。すごいね。だって千年前人間何してた千年前。 今2022年だから、1022年。ちょっと、千、千二22年に起きたこととかだってちょっと、調べてみるか。でもさ、今までのサイエントークの中でさ、結構さ、紀元前500年とか出てきたりしたじゃんうんうんうん。ストローとか。だから結構発達してるよね。ま、あ、それに比べたらね <laughs>、めっちゃ戦争してたんじゃないかな。うん、えっと、千、千年、初頭だよね。 日本 <laughs>、紫式部が源氏物語書いてるぐらいあじゃこれお<ー>。おぉ。1002年だね。それが。いや、でも結構発達してるくないまあまあまあ、そこそこ発達はしてるけど、結構世界は戦争まみれだよこれ。おん<ー>。オックスフォード大学できたらこんぐらいなのえ、<laughs> すご。<laughs> やばいな。やば。え、オックスフォード大学がもしかして世界一古い大学 そう。あ、英語圏、<ー>英語圏最古の大学って書いてる。<ー>オックスフォード大学。英語圏。世界で一番古いのはもっと別にあるってことか。世界で一番古い大学うん。えっと、世界で最も古い大学はボローニャ大学で。どこだえっと、あ、千年代が、えっとね、ボローニャ大学、1088年、<ー>ボローニャ大学で、オックスフォードが1096年。へー。あ、ボローニャは、えっと、イタリアっすね。へー。<laughs> あまり有名じゃないような気がするけど、うんいや私が知らなかっただけかもしれないけどいやでもそう考えたら千年って結構短い気がするの私だけ <laughs> まあまあ確かになだって人類滅亡してでもう一回、うん、その猿みたいなのから頭のいい人類になるのって相当時間かかるじゃんうん、うん、それまで保存できなきゃいけなくない <laughs> いや確かにね意外と来ちゃうか千年って <laughs> うーん ちなみにさ、世界で一番古い会社ってどこか知ってるんー。まあ多分、言われてもわからない会社かもしれないけど。え、ちょっと待って。じゃあ、いつ頃かは、1000、じゃあ、適当だけど1700年代。え、でも大学が1000年代にできてんだよ。<laughs> 企業、企業そんな遅いかあー。え、企業の定義ってまあそう、何をもって企業っていうかわかんないけど。うん。<laughs> そそれこそ一緒に何か作り上げてたら企業になるんだったらもう農業とか開始した時から企業ができたって言えるのかな、うん、いやでもそれはなんかビジネスじゃないような気がするけどあーそっかそっかうんそれを作り上げてちゃんと利益出してとかさうん誰かに渡してってっていうのがあるようなのは。うんうん、農業は割と自,自給自足な感じだよね 確かになまあそれを組織的になんかどっかに売ってるとかあったらそうかもしれないけどでもそれって結構まだ最近までないんじゃないかないうこと言っていいですかいいよ言ってこれ実は日本にあるんですね、うん、あそうなんだへえで年代が578年ですえ<ー>に創業した金剛組っていう建設会社へえすごいね日本なんだそうが 世界最古の企業って言われててこれねあの神社とかを作ってる建設系なんだよね今もあんのあ今はねえっと高松建設グループってところにまあもう吸収されちゃってるんだけど<ー>これだって578年ってさあれ聖徳太子の時代っすよおーすごいなやばいよね飛鳥時代やばいなまあこれちょっと脱線したけど で、って考えると、確かに1000年経っちゃいそうだなって今ちょっと思い始めた、うん、<laughs> 千1000年すぐ経つそう。まあでもその次の1000年までの間にもっと技術が発達して、うん、で、さらに長期保存できるような技術をどん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 開発していってもらって、ああ<ー>。たらいいんじゃないいや、それはね、絶対起きるよね、今後。うん。そう。今使ってるフィルムが正解とは限らないと思うし。まあでもそれが開発されたとしても、うん。この、 今後何が起きるか全くわからないから、うん、急に隕石とか飛んできてそれに耐えられるかって言ったらわかんないよねわ <laughs> かんないねあじゃあもう分散保存するんじゃないとりあえず月にも保存しとこうかみたいなあ月ねあ宇宙に保存しそうだな確かにうんうん一箇所に保存してたらだいぶリスク高いもんリスク高いね、うん、確かに、ね、これから人間宇宙に行き始めたら結構宇宙にもそういう保管する場所みたいなの作るだろうねうんうんうん <laughs> でもさ、宇宙に保管しといてさ、で、人類が滅びたときにさ、うん、<laughs> 宇宙に取りに行けるかって言ったらだいぶ <laughs>。確かに、誰取りに行けるんだよ <laughs>。<laughs> 確かに <laughs>。でも逆に考えたら、あの、うん、今度火星とか、またはどっか新たな星に行ったときに、うん、私たちが、あの、生まれる前の人類が何か保存しといたものが見つかる可能性もなくはないかもしれない <laughs>。ああ、そう、あるかもしれないよね。うん。 なんかそういう話なんかで、ね、見た気がするな古代人類自分たちはもしかしたら2世代目なんじゃないかみたいなね<ー>そういう話あるねオーパーツ的なやつがさああそうなんだそう確かにさなんか宇宙人いる確率とか考えた時にさ地球で生物が生まれたのがすっごいリアだったとしたらさ、うんまあ、もしかしたらこれまでにいたかもしれないけど、うん、あもしかしたらいるかもしれないけど 今いる可能性ってもしかししたらすごい低いい低かかもしれななよね、うん,なんかこれまでに、ね、いてでなつくなってで私たちがその後にできたかもしれないよねそうそうそう,そ,うその可能性だったらちょっとありそうな気がしてきたそう一回めっちゃ発展したけど、うん、絶滅してその後時間めっちゃたって全部まっさらな状態になってからもう一回今の人類が誕生しててみたいなねうん面白いあるかもしれないなんかそういうね大パーツ的なやつ まあなんか結構科学からはなんか,か、うん、ちょっとオカルト味あったりするやつとかもあるけど SF?SF SF 的なね。うん。まあでもなんかだからといってなんだろう。本当かどうかってわかんないし、面白いなと思うけどね、普通に。面白い。うん、そうで、こうやってさ1000年ぐらいデータ残しますみたいな言ってる人たちが出てきてるからさ、今。うん,うんうん。俺らの次の世代ももしかしたらね、出てくるかもしれないし。そうだね。いや、ロマンですよ、これ。面白いね。だから、 この卒業シーズンに思ったのは自分の卒アルをめちゃくちゃ残したいと思ったら、うん、このストレージのところに写真のデータを送ってあの1,000年ぐらいはあの自分の卒アル保管できますっていう <laughs> いやーいらないわ <laughs> <laughs> なんか孫の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 みたいな人が <laughs>「これひー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 じいちゃんだの卒アルだよ」みたいな <laughs>。 ああ。<laughs> ないな。どうなんだろうね。いや、なんか、そういうさ、うん、その、大きな事故とかが起きて、うん、で、昔のデータが簡単に取り出せないような時代になってたら、そういう卒アルとかは価値があるかもしれないけど、<laughs> でもさ、今ってさ、データを残すのがすごい楽になってきてるじゃん。そうねそう。だからさ、なんか、今から、今から100年前のデータは、すごい、 取り出しにくいけど今から100年後に今のものデータ見ようとしても、うん、なんか今みたいにインターネット発達してたらもう動画とか SNS の記録とか全部残ってるから簡単に見れそうだよねいやそう思うわ実際、うん、俺らがこうやってネット上で喋ってるこのデータもさ結構残るよね多分そうだねどこまで残んだろうなこういうデータって今蓄積されてく一方だと思うけど のタイミングで消されるよ、ね、でもど,どうなんだろうねうーんそれってめっちゃ面白いななんか今さすごい、うん、NFT みたいに流行ってんじゃん唯一無二のデジタルデータだみたいな NFT?NFTNFT NFT NFT って何の略えっとノンファンジブルトークンだこれ非代替性トークンってやつでなんつうのデータってコピーできんじゃん だけどこの NFT だとそのコピーしたらコピーしましたみたいな情報が残っちゃうからそのなんうの元データがめっちゃ価値上がるみたいなあーはい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 、はい、そうこれあのビットコインとかに使われているような技術ブロックチェーンってやつ使われてるんだけどあこれもさ言ったらデデータ唯一無二のデータってあるけどそれって、うん、まあ人類へ望 <laughs> したらさてかもデータ全て吹き飛んだらさ無二になるじゃん うん、だからなんだろう。価値って何だろうみたいな。<laughs> めっちゃ考えちゃうな、これ。まあね。そしたらこの、もしかしたらこういうフィルムのやつの方がさ、唯一無二なのかもしれないとか。まあわかんない。ちょっとこの NFT はね、もっと仕組みがちょっと複雑だから、あれだけど。うん。でも、北極の倉庫に保管されてるのは、モナリザの写真でしょ。本物のモダリザじゃないもんね。そうね。だけど、うん <laughs> モナ・リザが消し飛んだらもうそれって本物並みの価値にはなりそうじゃん <laughs> そうだね消えたら本物並みの、ね、価値になるだよねとかねまあちょっと千年後どうなってるかわかんないですけど見届けたいけどね見届けられないなうん生まれ変わるしかないですね生まれ変わるしかないですねうんうん。うん、まあ悔しいですけどはい。そこは甘んじて受け入れましょうまあ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 いいんじゃないですかっていうねうんはい もう話したいことは終わりましたあの卒業アルバムの話です<お>これはい <laughs> だいぶ規模がでっかくなったけどな <laughs> そうね <laughs> じゃあ最後にちょっと頂い,いてる感想をちょろって紹介しておりますけどえっとあの Apple Podcast の方にレビュー書いてくれた方がいましてまあそれ2個ぐらい紹介しますね うんはい、キノコハウス平本の中の人さんいつも Twitter でありがとうございます、うん、で「専門分野から日常で気になることまで」ってことでレンさんとエマさんが取り上げたいテーマ科学的なものから日常生活で気になったことまでを語り合う番組お互いいい意味で遠慮なく意見を言い合っている雰囲気がとても親近感が湧く難しいテーマもしっかりした調べしてからのトークなのですんなり頭に入ってきますっていう感想 いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。親近感湧いてほしいです。うん、湧いてほしいっていうか、<laughs> <laughs> そういうもんじゃないけど。 まあ私たちなんか全然遠い感じ遠い場所にいる感じではないもんね普通に親近感の塊だと思ってるんだけのね <laughs> どうなのよ親近感の塊って <laughs> そこまでではないんじゃないか <laughs> 塊ではないか一応知らない人であるからなまあまあでも親近感湧いてくれたら嬉しいよね <laughs> うんああ親近感湧いてほしい、うん、そうちょっと一方通行だからさこれうんね交流する場があんまないからね まあレオは結構ねツイッターで交流してるじゃん。うん。まあちょっと考えよう。うん。まあでも交流すれば欲しいっすね。そうですね。ねうん。はい。まああともう一個髪の毛サラサラさんからイ、うん、ルク科学を勉強したい人におすすめテーマが興味深くすごく勉強になりますっていうねコメントもいただいてました。いいねサラサラなんだ髪の毛ありがとうございます。髪の毛サラサラいいっすね。うん。サラサラになりたいです。へん <laughs> くるくるなもんなはい、まあ。くるくる。 てほどでもないゆるくるぐらいくるるでしょ。ゆるるくいやいや、くる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 。いや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 、アートワークぐらい。結構、テンパですね。くるくるじゃないゆるくるだよ。分かったじゃくゆるくるで。ゆるくるだよ。うん。はい。まあ、そんなことはいいとして。はい。じゃあ、終わりますか。あの、こういう感想とかレビューとか、非常に励みになっております。はい。 というわけで、今週もありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。うバイバイ。